アンヌ・ビアゼムスキーは、フランスの女優、小説家、映画監督である。1947年5月14日、ドイツ・ベルリンで生まれる。母は、クレイル・モーリアック、弟は、ピエール・ビアゼムスキー。父は、ロシア革命直前に、サンクトペテルブルクに生まれた、ルバショフ・ハクイワン・ビアゼムスキー校だったが、フランスに亡命し、ジャン・ビアゼムスキーを名乗る。 アンロとピエールの幼少期は、ローマ、モンテネグロ、ジュネーブ、カラカスを転々としていた。母方の祖父は、作家のフランソワ・モーリアック。ヌーベルバーグのユリカゴと呼ばれる伝説的シネクラブ、オブジェクティフ49設立メンバーの作家、クロード・モーリアックは、母方のおじ。1964年、16歳の時、ロベール・ブレッソンの映画、バルタザール・どこへ行くで、 女優としてデビュー。1967年、ジャンリュック・ゴダールの中国女に主演。同年7月22日ゴダールと結婚したが、1979年に離婚。実際には1972年のジガベルトフ集団。解消後のゴダールは、アンヌ・マリー・ミエビルと、公私共にパートナー化していた。小説家や脚本家として、数本の作品がある。翻訳に、 愛の参加、少女、彼女のひたむきな十二ヶ月、それからの彼女がある。フランスでは著書を原作にしばしば映画化される人気作家である。テレビ映画では2004年以降に4本の監督作がある。ありがとうございます。